ヤリスです。ヤリスも今日は買い股にします。それからですね、今日はですね、レッスンカーですね。このレッスンカーにモータースのヤマトが乗るんです。俺が個人レッスンします。ということで今日は3つの企画をやるので、結構タイトなスケジュールになるのかななんて思ってますけれども、ドライバーズミーティングですが、一日頑張ります。よろしくお願いします。ヤマトがほらもうなんかドキドキしてる、ドキドキビビってるんですよ、僕マジで。岡村さんも撮ってる、ビビってる、ビビってる楽しいな、そういうの見るの楽しい。いや、性格が悪い楽しいよ、絶対ヤマトビビるよ、これやばいよ、めちゃめちゃ怖いっすよ、すでに朝来る途中の道でもドキドキしてたんだいや、でも一般の人は、はい、多分みんなそういう思いをしてサーキット走るんだと思うよ、最初は。そうですね、それが分かってくれればこれから走ろうとする人にとっていいじゃん。まずはやっぱ今回頑張ってみんなサーキット楽しいよって僕が笑顔で帰るんだろで、はい、今内圧は冷感時に 1.6 ぐらい、もうグリーンがほら
Oh.
が今何番走ってんのかな、そこで全部確認してると。出ません、ヤマト。緊張してます。いやいや、緊張しなくていいんだよ。俺がいないんだから、ゆっくり走ればいい。はい、とりあえずゆっくり。俺、1部屋で見てるから。1部屋にいるんですね。じゃあ、なるべくこっちが見ないと見ると緊張する。まあね、サーキットデビューってこういうものだから、はい、俺も最初はそうだった。そうじゃなかったな、俺はどっちかっていうと。デビューレースが優勝したから。だから人にほら、なんとかノブテル選手みたいに、俺が一番だっていう気持ちで走ればドキドキしちゃう。なるほど。入ったら銀メダルの右のタイヤ STI で温める。最後だ。あ、もう今日2回目だから、もうグリーン出る、もうすぐ出るから。はい、でイエローが振ってる時は減速をしないまでも抜かない、抜かない赤が出たら戻ってくる、ピットに戻ってくる。はい、以上です。外でブレーキを踏むかまだ分かってないぜ。幸運を祈る。はい、無事を祈る。無事を祈る。はい、無事に帰ってきて。そうなんだね。まだ午前中ですから。1本目だから。1本目です。1本目だから。無理せず。はい、じゃあよろしく。はい、バックバックからの一人での香水。大丈夫かな。
通りにブレーキかけて温めてる。おお、さすがじゃん。そうだ、ちゃんと1周目は温めろ。続いて中澤セブンです。こちらが1分9秒632で2番手、それに続くのがカーナンバー91も、おっと変わった、カーナンバー100番の俊夫選手の RX7、こちらがもうダメだ、順位が入れ替わりすぎてる、一気に全部を抜いてトップはトヨタ86の健太選手、カーナンバー88番です。1分8秒191、まもなく7秒台というところ。スピンとかの動画を撮って。